SF90 ストラダーレはイタリアの高級自動車メーカーであるフェラーリが生産しているハイパーカーである。2019年5月29日、フェラーリは初の市販フェブロードカーである SF90 ストラダーレを発表した。SF90 はスクーデリアフェラーリ創設90周年、ストラダーレは行動市販車を意味する。ハイブリッドカーとしては、 限定車であるラフェラーリに続き2車種目である。SF90 ストラダーレには、標準モデルと高性能モデルである、アッセットフィーラノが用意される。なお限定生産ではなく通年生産される。日本国内での発注は開始されている。SF90 ストラダーレは3機のモーターを搭載し、1機はエンジンとギアボックスの間に配置され、2機はフロントアクスルに配置されフロントを駆動する。 トルクベルタリング式 4WD である。780馬力を発揮する V 型8、気筒ツインターボは、ミッド部に搭載され、3機のモーターの出力は220馬力を発揮し、システム全体の合計出力は 1000PS となり、最高速度時速 340km、0時速 100km 加速2.5秒、0時速 200km 加速6.7秒を誇る。なお、 前輪のモーターだけで走行することができ、最大 25km の距離を最高速度時速 135km で走行することができる。走行モードは E ドライブ、ハイブリッド、パフォーマンス、クオリファイの4つ選べることができ、E ドライブはモーターだけで走行できるモード、ハイブリッドは通常走行で効率性を優先するモード、パフォーマンスはエンジンは常に稼働し、 バッテリーを充電しつつ、エンジンの出力を優先するモード、クオリファイは、モーターの出力とエンジンの出力を発揮し、SF90 の性能を最大に発揮できる、モードである。ボディデザインは、フェラーリスタイリングセンターが担当。伝統の4灯テールランプは、深淵でなくなり、これによりテールの高さを低く見える効果があるとのことで、ある。インテリアでは、 フェラーリの一般車発のフルデジタルコックピットを採用。ステアリング右側スポークにセンタークラスターモニターの操作用タッチパッドを装備し、その他のスイッチ類もステアリング上や周辺に集約される。フェラーリが SF90 ストラダーレオフィオラーノで披露。 webcg,https://www.webcg.net コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ 41025-AB フェラーリ初の PHV スーパーカー SF90 ストラダーレ発表1000馬力最高速時速 340km レスポンス、https コロンスラッシュスラッシュレスポンス .jp スラッシュアーティクルスラッシュ2019スラッシュ05スラッシュ30スラッシュ 322931.html。それまでもデジタルパネルを採用していたがタコメーターは、機械式であった。ありがとうございます。